こんばんは、バイソンです。はい、じゃあまずは、マチュピチュの予約のホームページに入ってください。で入ったらこの画面になるんで、まあ、イギリスのこのマークをしてもらって、英語に切り替えてください。はい、じゃあ次は、この左上の部分を選んでマチュピチュを、選択してください。そしたらその下にある、のところで、行きたい場所の組み合わせを選択します。今回自分が行くのは、マチュピチュとワイナピチュ山のセットで、ワイナピチュに入れる時間が7時からのやつを選択します。はい、次に、カレンダーで予約したい日付を選択します。ちょっとこうなんかスペイン語になっちゃってるんですけど、まあ、ちょっと翻訳とかで確認してもらって、まあ、3月なんで、3月の6日で、予約を入れて、選択します。はい、日付を選択すると、この左上のところに数字が出てきてチケットの残り枚数が出ます。でその下にある2つあるんですけども、この上側は地元の人、下は、まあ、日本人とか、まあ、外国の方は下をの方で、大人で枚数を選択します。はい、ステップ2では、名前、名字、性別、国、まあ、国籍ですね、あと年齢と、証明書の種類、まあ、パスポートでいいと思うんですけど、あとナンバー、パスポートナンバーを入力します。はい、ステップ3では、今まで入力した内容の確認をしてください。まあ、入る日と、値段が間違ってなければ、この下の赤枠のチェックを入れてブックをします。はい、でステップ3でブック、さっきの予約ボタンを押すと、仮のチケットが表示されます。で、まあ、ここでこれを念のため保存しておいて、チケット内の予約ナンバーをこの黄色枠で囲んであるところですね、これをコピーします。そしたらホームページに戻って、上の、選ぶところのペイメントを押して、コピーした番号を入力して、ペイをクリックしてください。そしたらこの画面が出てくるので、まあ、なんか私はロボットではありませんみたいなところにチェックを入れて、この下の ENVIAR を押します。でそうすると次にこの画面が出てくるので、ここで、まあ、クレジットカードの情報を入力して、Pay を最後に押します。でこれビザカードじゃないとちょっとダメらしいんで、事前にビザカードは作っておく必要があります。はい、で支払いが完了したら、またホームページに戻って、チェックインを押してもらって、そこにまた予約番号を入力して、確認をします。でちゃんと予約できてることが確認できたら、下の、プリントアウトを押して、印刷してで完了になります。はい、これでマチュピチュの予約方法は、以上になります。まあ、ちょっとたまにこういう真面目な、動画も上げていくので、いいなと思ったらチャンネル登録